きます。さあどうも MC の KK アニジャです。早速やっていきたいと思います。ビートはこちら。繰り返しの生活かっこつけたける月間、朝から晩ただ働く。はい、しめじ AK 信者さんの昨日の続きです。はい、それでいきます。じゃんけんほい。先行 MC の KK アニジャ効果、あなた発祥説4本レディーファイ。いや、ただ繰り返してるだけじゃダメ、学んでまた一歩進まなきゃダメ。日常裏返した非日常、ヒップホップいずるここに今参上。いや、日がいずるじゃなく今やる、ヒップホップは未だに生きてる。俺はその文化の中で生き、そして最後に文化で死ぬ。いや、作れるか不朽の名作、今ヒーロー演じてやるぜ映画みたいな感じ。おじろのヘイガール、いつも聞いてたあの真夜中。いや、腐った世の中、このコロナ禍、よしあしいろいろ見据えてきた。上級と階級がめちゃめちゃ分かれる間、俺たちはするラッパー。いや、俺は未完成、ある意味刑事だけども KOK でさすぐリベンジ。いや、やってくだけさ、ステージ上がってラップマイクを持つのさ、いつも保つ自分の心だけども、ソウルが響かなきゃ意味ないよ。声だけのカスだけど轟かす、俺の声が天を舞う。いや、まだあった瞬く間だけど、この場所瞬く間、俺が羽ばたくぜ瞬く間、まばたきすら惜しいこの一瞬の瞬間。いや、電車が通るだけども、俺は我が道を通す、筋通す、そしたら気づきゃ世界も視界も全部が透き通る。資料、それではジャッジいきたいと思います。先行 MC の経験、兄者、僕はあなた、そしてあなた。まあね、はい。まあ、今日は後日さんちょっと喋ります。まあまあ、この後もあるんですけど。はい、来週 KOK です。まあ、インスタには上がってると思うんですけど、はい。ツイッターの方にも上げないといけないですね。結構、今の段階で大丈夫なのかとは思ってますけど。まあ、いい緊張感を持ってやっていきたいと思います。じゃないとね、自分が潰されそうになってしまうので、ね、今回は前回と違って、まあ、いつもサイファーしている人たちも一緒に来てくれないというか、まあ、それぞれやることがあるので、僕はそこでやることをやって、まあね、優勝を目指していきたいと思います。このままじゃダメだと思ってるんでね、僕はもう、ここからできるだけ投稿の本数を上げていきます。でね、フリースタイルのね、その付け焼き場かもしれないですけど、スキルをどんどん磨いていきたいと思います。以上、画面の奥の前面にビッグアップ、ピースや、もう何本か撮ります。あ、出した。